こんにちは、速解塾の久保ですえ。今回ちょっとね、私的にすごく嬉しいコメントがありましたんで、通常はこれね、あんまり動画にしないんですけども、今回はね、えー、と私の気持ちをこの動画にどうしてもさせていただきたいということで発信させていただきます。それはですね、以前、あのー、 速家塾のお支払いについてという動画、まあ、概要欄についてますの、ね、でご覧いただきたいんですけども、そういう動画を公開しましたら、コメント欄でね、あのこれからも熟成として学ばせていただきたいので、よろしくお願いしますというメッセージとともに、コメントとともに、まあ、お振り込みね、してくださったということなんですよ。まあ、お振り込みまだ確認してないんですけども、でも確認するまでもなく、いや、もう本当にな、私のコロナにすごく響きますね、こういうコメントは。まあ、今までもね、コメントを書かないまでも、そっと入金される方もいたんですけども、でも今回はね、 あのコメントをこうやってつけてくださるっていうことがなんか今の私にはすごく響いたんですよね、うん、なんかこういった方のお役に本当に立ちたいなと思いますし素晴らしい方と私はねご縁を持ってたんだなと思って本当になんかこうこれからの人生がねもう10倍も20倍も嬉しくなりましたね、えー、であのここ3ヶ月の動きなんですけどもここ3ヶ月123月はあの YouTube を使ってね少ない再生数でもどうやって 現金を稼稼いいいでいくかっっててことにフォーカスした稼働部っていう特別クラスを設けたんですよ、まあ、そちらの方に現在6名の方が在籍してくださって、まあ、学んでいただいてるわけなんですけどもやっぱりあの何名かの方はね6名中4名,4名の方はもうすでに現金が稼げてますんでこの3か月稼働部をやって本当によかったなと思いますで残りのお二方もとりあえず <laughs> 一歩は進んだみたいで稼ぎましたよってレポートはないんですけどももしかしたら どっかかででで稼いいるのかもしれないですよねちょっとそこはねあの報告の義務を課してないんで分かりませんけども私の方にこうなりましたっていうふうに連絡をしてくださる方は6名中4名の方、えー、本当にねおめでとうございますあの私もねこの稼働部っていうふうなあ稼ぐ道の部門ですけどもね、えー、こうカリキュラムを設けてよかったなと思いますとにかく YouTube っていうのは再生数とかチャンネル登録がある程度ないとダメっていうところがあるんですけどもでもねある程度もない方がどうやってやっていくかっていうと私はね 再生数1とか、それからチャンネル登録1人、これでも稼げてると思うんですよ。だからその手法をなるべく濃くね、お伝えした3ヶ月だったんですけども、しっかりと取り組んでくださった方はもう、そういうふうなね、少ない再生数で稼げる道に入っていったかな、というところでございます。で、昨年はね、サラリーマン YouTuberJ さんという方が、あの全くのゼロから YouTube チャンネルを始めて、サラリーマンをやりながら230万円の副収入を得て、そして2年目。 チャンネル登録1000人を突破しましまたんでねこれからはその you チ YouTube チャンネル J さんサラリーマン YouTubeYouTuberJ さんのアカウントはこれからずっと広告収入入入るわけですから人生変わったでしょこの1年ですごいじゃないですかこの1年の最初の3か月をもうちょっと濃く送りましょうっていうのがこの稼働部だったんですけどね まあ、稼働部につきましてはいつでも参加できますんで、これから4月になりますけどもね、稼働部今からでも入ってみたいよって方はメッセージいただきたいと思います。ちょっと話それちゃったんで、花元に戻しますと、今回ね、あのー、中村きっちゃむチャンネルさんが、あのー、コメントをくださったんですよ。非常に嬉しいですね。まあ、ですんでね、このきっちゃむチャンネルさんの、あのー、チャンネルもぜひね、登録していただきたいかなと思っております。<laughs> えっと、一応動画はないみたいな。<laughs> 動画これから出してくれると思いますんでね。はい。まあでも、そういうこと抜きにしても、あの、今回このコメントはね、本当に熟成として学ばせていただきたい。本当にね、感激でございます。もう私もね、稼がせることは得意ですからね、もうついてきていただきたいと思います。またそれぞれタイミングがありますので、今やる気になりましたって言った方なら、今日からスタートしますんでね。で、 一ヶ月後にあ、今からやりたいんですよ。もう全然 OK ですからね。それはね、三年前に即果塾に入ったけども、それからずーっとなんとなく一歩が踏み出せませんでしたって方でも、全然今日からでも私は OK ですから。そのために私毎日放送してますんで、もう何年か前に即果塾に入って、それから忘れてたんですけども、YouTube 見てみたらまた久保さんが出てきました。だから今からっていう方は全然 OK ですからね。はい、もう一度でも即果塾の門を叩けば生涯熟成です。<laughs> まあ、あの嫌がらなければ私のサービス受けてください、うん、本んに今回ねコメント頂い,いて嬉しかったなと思いますあの思いが溢れすぎてねあのめちゃくちゃな動画になりましたけどもでもそれだけに正直な気持ちが出せたんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうか本当にこの度はコメントの方ありがとうございます非常にねなんかこう嬉しかったですねありがとうございました,またでは失礼します